皆さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、4月の12日火曜日です。はい、はい。桜もね、咲いたけどちょっともう散り始めているようなところがある。早いですね。うん、このね、土曜日ぐらい、金曜日ぐらいからこの4日、5日間ぐらいがもう夏のような暑さで、うん、なんか桜が咲くまで結構長かったじゃないですか。うん、で急に暑くなったから咲いたと思ったらもうすぐ散りましたっていう感じで、うん、ちょっと切ないですね。そうですね。せっかくだから1週間くらいは咲いててほしいんですけどね、うん、本当に3日ぐらいで散ってしまうところもあって、うん、まあこれは今年のね、特徴かもしれないですけどね。うんうんうん。まあまだ僕らのとこ寒いとこあるんで、はい、山の方はまだね咲いてないんで、うん、まあ、ゆっくり楽しもうかなと思います。はい、はい。今日本題なんですけど、はい、今日4月の12日は、うん、パンの記念日という日らしいんですよ。パン、パンね、うん、あの食べるパン、ご飯とパンのパンです、うん、はい、はい。日本語はね、パンのことパンって言うんですよね。パンです。はい、面白いですよね。うん、そうなんですよ。で、まあなんで今日がパンの日、パンの記念日なんですかっていうところなんですけど、うん、もうね、今から180年とか前、うん、1842年っていう、もうね、江戸時代ですよ。ほう、はい、に、まあ今でいうヨーロッパのこと、西洋のことを、まあ、一生懸命勉強したりとか研究したりしてる、まあ、そういう人がいたんです、うん。でその人が、その180年前の4月12日に日本で初めてパンを作ることに成功したんです。うん、はい、初めて、うん。いや、まずね、うん、それもすごいんだけど、よくその4月12日っていうのが残ってるよねっていう。本当ですよ、ね、一番びっくりなんですけどね、記録がね、はい。誰か、まあ一生懸命勉強してた方だから残してたんでしょうね、うんうん、ちゃんと文章にして今日パンができましたみたいな。いやー、そういう日なんです。はい。まあ今食べてる、僕らが食べてるようなパンとはまたちょっと違うと思うけどね。うんうんうん、うん。まあどういう理由で作られたのかわかんないけど、うん、まあね、その時はもちろん日本はご飯を食べるっていう、うん、まあ、和食の文化ですから、うん、まあ、パンっていうのはどちらかっていうと、なんだろうね、保存食とかそういうもののためだったんだろうね。かもしれないですね。うん、あのなんか乾パンっていうね、うん、パンだったっていうふうに聞いてるんで、うん、まあ、今で言うとどちらかといえばクッキーとかビスケットみたいなものに近い、うんうん、方ですよね。あの乾燥してるやつですね、はい。どちらかといえばそのそっち寄りのパンだったっていうふうには、うんうんうん、あの、まあ、調べてみたらね、あるんですよ。うーん、だから、まあ、歴史が結構ありますよね。本当ですね、うん、結構昔ですよね。いや、結構昔です。はあ、すごい、うん、そうなんですよ、うんうん。で、まあそのね、そこからまあいろいろ、まだまだその明治時代とかあるじゃないですか、うんうんうん、で大正時代もあって、うん、でやっとね、日本でみんながパンを食べるようになったのって、うん、結構最近なんですよ。そうでしょうね、うん、今言ってたのは180年前にパンを作りました、うん、初めて作りましたなんだけど、うん、パンを食べるようになったのって、うん、僕らのお父さんお母さんのくらいからじゃないですか。うん、そうかもしれない。多分ね。うん、あのまあ日本は、うん、そうだね。もともとがパン食べないから、うん、その戦争が終わって、うん、で、まあ、それ大体今からそうだな、もう100年ってことはないけど、うん、かなり経ちますね。うん、80年とか、うん、経ちますけど、その後からですよね。うんうん、あのちゃんと食べるようになったのって、うん、多分ね、学校のね、うん、給食っていう文化が多分始まって、はいはいはい、その時に学校でパンが出るようになったんですね、うん、はい。まあ多分それはやっぱりアメリカとかの影響が大きいんでしょうね、うん、だと思います、うん、そうですよね。なのでそれでやっと
普通の人が食べるようになって、うん、で食べるようになったからパン屋さんができてっていうことですよね、うん、きっとそうだと思います、うん、多分給食っていうのはね学校で食べるお昼ご飯のことなんだけど、うん、それで出てこなかったら多分みんなパンを知らないままずっとまだ行くんじゃないですか。かもしれないですね、うん、やっぱりさ、うん、その日本の料理ご飯と味噌汁が好きな人の家で生まれた子供はやっぱりご飯と味噌汁ばっか食べるじゃないですか、うんうん、で、まあ、昔はなかったと思うけどパンばっかり食べる家に生まれたら子供もやっぱりパンばっかり食べて育つじゃないですか、うんうん、だからそのいきなり変わるってことはないんですよね。そうですね、うんうん、で学校の給食ってのはそういうとこはうまく考えられてて誰も食べたことないような料理とか結構出ますよね、うんうんうん、それでまあ給食でこれ初めて食べて覚えていくっていうかね、うんうん、ほんと給食で教えてもらいましたね、うん、そうなんですよ、うん、なのでまあいろいろそういうあれを通り過ぎてというかねそれを経てあの今のパンを食べるっていう文化に日本はなってきたんです、うんうん、ちなみに僕はですけど僕パン嫌いなんですよ。言ってました、ね、あの今は嫌いじゃないけど昔パン嫌いだったんですよ。うんうんうん、なんだけどやっぱり家ではやっぱりほとんど食べなかった、うん、いらないですっていうかご飯がいいですっていうね、うんうん、そうパンが嫌いっていうかご飯が好きだったんだろうね。あ、なるほどね。そう でも学校に行ったらパンしか出ない日もあるんですよ、うん、今日はパンの日ですってなったらもうお腹空いてるし食べるじゃないですか。まあ、それでやっぱりだんだん慣れてきて、うん、で、まあ、大人になって今は、まあ、パンでも結構いいんじゃないかなっていう日もあります。おお、よかった、はい、で、あの、まあ、結婚してからパン好きじゃないですか、うん、パン大好きです、うん、それであの美味しいパンを教えてもらって、うん、美味しいパンの食べ方とかね、うん、教えてもらって、まあ、今は、まあ、ご飯の方が好きなんだけどパンを食べたいっていう日もある、うんうん、っていう、そうなんですよ。そういう風になりました。あ、よかったです、はい、で逆にどうですか。そう、私ねパン大好きなんです、はい、あの小さい頃からねパン家にあったのでね、うんうん、よく食べてたんです、はい、だから多分大好きなんだと思うんですけど、うんうん、あのパンが好きすぎて大学生の時にあのパン屋さんでアルバイトをしました。なるほどね、うん、あ、でパン屋さんのねアルバイト、このパンを、ね、作るところに入ったんです、はいはい、なのでね一番多い時で1日1000個ぐらい作ってました。おお、それは、うん、それはお仕事ですね完全に。すごい頑張ってました。あ、お疲れ様です、うん、あ、お疲れ様です、はい、ありがとうございます。昨日ねお疲れ様ですのお話してますんでよかったら見てください。聞いてくださいね、はい、そうそう、でそういう思い出がありますね。うん、なるほどね、うん、さ、僕がこの間いない時に、うん、お味噌汁の話をしてたじゃないですか、うん、で、僕が美味しいお味噌汁をこういうの入れるといいよって言ってやってみたら美味しかったみたいな、うん、ちょうど逆ですね。そうですね、うん、僕はずっとご飯とお味噌汁で育ってきたから、うん、ご飯も炊飯器とかを使わずに自分で鍋で炊いて食べるっていうのだったんですけど、うん、まあ、それも一緒にこうなんていうの、情報をね、うん、交換して、うん、まあ、僕は美味しいパンを習ったし、まさみちゃんは美味しい味噌汁とか美味しいご飯を習ったということで、うん、いや、いい結婚でしたね。そうですね、はい、まあそんな感じで、はいはい、今日はまあパンの日っていうことで、うん、今日別に特別にパンを食べたりっていうね、うん、そういうことをしてるわけではないんですけど、はい、まあその180年前にね、まあ、ヨーロッパのことを一生懸命勉強してた方がいるからこう、うん、ね、今パンが食べれるんだなって思うと、うん、なんかありがとうございますっていう、いや本当にありがとうございます感じですよね、うん、はい、皆さんの国はパンを食べる国ですか、それともご飯ですか、他にもあるかな、うん、なんだろう、どんなのがあるかな、主食、あ、芋ね、芋とかね、はいはいはい、うん、いろんなこう主食って言われている、うん、あのやつですよね、パンだったり、ご飯だったり、あとパスタとか、うん、あとそれこそ芋、うん、あとはなんだろう、なんかクスクスみたいなやつとかありますよね、うん、はい、あとはなんだ、トルティーヤとか、うん、すごいいっぱい出てきます、はい、ありますね。あの皆さんの国ではどういうものを一番ね、あの普段メインで食べられますか、うん、おかずじゃなくてね、あのなんていうの、主食
なんですけど、もしよかったらコメントしていただけたら嬉しいなと思ってます。はい、ということで、今日はパンを食べようかね。はい、パンを食べましょう。はい、はい、ということで最後まで聞いていただきましてありがとうございました。このね、普段のエピソード、これの、トランスクリプトですね、僕らの会話を文字にしたものが、利用していただけますので、詳しくは下のね、リンクをね、見ていただいて、ね、ぜひご利用いただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではでは。